皆さんこんにちは。今回はこちらお米のオカリナを紹介します。長峰製作所が作るお米のオカリナなんですが、実はこちら当店で販売数ナンバーワンのオカリナです。なんといってもメイドインジャパンの高品質、そして非常にお求めやすい価格で大人気のオカリナになってます。米粉を使った環境に優しい素材で作られるオカリナなんですが、とにかく軽くて丈夫、ちょっとぶつけたり落とすぐらいでは絶対に割れません。なので持ち運びなんかにも非常に便利ですね。従来のオカリナはピッチが不安定で合奏には向いていないと言われてきましたが、こちらは独自の技術により A の 442Hz で安定したピッチを実現しました。強く息を使わない状態でピッチが安定しているので非常に吹きやすく強弱表現もしやすいオカリナです。他のプラスチックオカリナと比べると若干コンパクトになっていて、手の大きくない方でも持ちやすいデザインになっています。また肺活量を多く必要としないデザインになっているので、これからオカリナを始める方や小さいお子様、お年寄りの方には特におすすめのオカリナになっています。そして音色はこの後聞いてもらいますが、人気のポイントはやはりこの見た目です。他のメーカーのプラスチックオカリナだといかにもプラスチックといったデザインや色味のもの多いんですが、お米のオカリナはこの価格帯では珍しくマット仕上げになってます。またこのマット仕上げに合う、優しい色味のラインナップになっているので非常に可愛い見た目が人気です。手にも馴染みやすい質感で長く使いたいオカリナとして、好評を得ています。マット仕上げなのでペイントもしやすくなっているので、イラストを描いたり模様を描いたりしてオリジナルデザインにする方も多くいらっしゃいます。それでは早速デモ演奏を聞いてみましょう。いかがでしたでしょうか。日本製のお米のオカリナはすでにオカリナを持っている方でも手軽に扱える可愛いオカリナとしておすすめです。抗菌仕様なので小さいお子様でも安心してお使いいただくことができます。カラーバリエーションも豊富なのでぜひ概要欄からラインナップをチェックしてみてください。それでは今回は長峰製作所お米のオカリナの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。